こんにちは。武田慎一郎です。今日は紙の話をしようかなと思います。で、紙と言ってもやっぱり写真の紙なので、まあ、因果詞のことですね。で、特にあのー、僕は白黒というかモノクロの。 あのプリントメインでやっていまして、まあ、そのモノクロの因果紙のことをちょっとお話したいなと思いますでモノクロの因果紙に種類があるっていうのをご存知でしょうかでモノクロの因果紙の種類っていうのが2つの種類がありますでそれがまあこちらまあこれちょっとメーカーが違うんですけど1つが これ書いてあるかなこれまあ、下ちょっとラベルが今破れてしまってるんですけど RC タイプっていう RC ベースという言い方をするんですけどそのタイプとこちらがあのバライタっていうバライタベースっていうタイプと2種類あります。でこの2種類の違いっていうのなんですけどこちらのまあこれすごく定番のイルフォードの RC ペーパーなんですが。 rc っていうのはレジンコートの略なんですね。で、レジンコートっていうのは紙の表面をプラスチックでコーティングしているもののことを言ってます。ですので、あのー、耐水性っていうのが結構あって、えっ、ー、とモノクロのプリントをする時っていうのは、あの因果子に光を当てた後ですね。 乾燥させる前までは、ずっと何らかの液体の中にずっと入ってます。もう何分もの間、その現像というか光を当てた紙をずっと液体の中につけています。ですので、まあ、普通の紙でしたら、あの液体にずっとつけてたらぐちゃぐちゃになってっていう。あの水分をすごく吸収してしまうんですけど。 まあこの RC ペーパーっていうのはその紙の表面をプラスチックでコーティングしているので割とそういうのが染み込みにくいような作りになってますですのですごくあのお手軽にモノクロのプリントができるというタイプですまあこれが1970年ぐらいに開発されたあの紙のようですねで昔からあるタイプがこちらの バラ板タ紙って言われるタイプなんですがこちらは何のコーティングもされてないんですよねそのバラ板タっていうベースがあるんですけどそちらの上にあのゼラチンっていうものに銀とかを混ぜたものですねそれをこう塗布して乾燥させただけっていうのがこのバラ板タ紙っていうものですでさっきの RC ペーパーの違いとしては コーティングがされてないっていうところなんですけどコーティングがされてない分あの液体とかすごく吸収しやすくなります。で違いとしては、まあ、あの画像出てくるものが同じものをプリントしたとしても黒の締まりがすごくいいというふうにこちらの方が言われてます。まあ実際にそうですです枚 今同じものであの RC ペーパーとバラ板紙にプリントしたものがあります。さて皆さんこれを見てどっちが RC ペーパーでどっちがバラ板紙かっていうのがわかる方がいますかねまあ動画なんでちょっと分からないかなとは思うんですけどまあこの紙の硬さとかも違うんですよね。で 答えとしてはこっちが RC ペーパーを使っててこっちがバラ浸しっていうのを使ってます。で RC ペーパーはこういうふうにこう光をこう表面がプラスチックでコーティングされてるのですごくこう反射するというか光沢感があるんですよね。でこれもこう光を当てるとこう反射はしてるんですけどどっちかというとこっちの方が若干鈍い。 反射というかあのー、そのようなまあ、コーティングしてない分そういうような感じになりますねただこのありますかねこの葉っぱの微妙な黒い部分とかがこっちはギリギリまで潰れずにあの本当に細かいところまで綺麗に出るんですよやっぱりこれがやっぱりあのバラ板の良さなんですよね黒の締まりがいいっていう風に言われるんですけど だくとにあのー、本当に違いがわかると思いますあの本当に微細な部分ですけどそういったところが本当に違いが出てきますですのでまあモノクロをずっとやってるっていう方は必然的に多分やっぱりあのバラ板の方がいいなっていうふうになってくるかなとは思うんですけどただ RC は RC の良さがあるんですよ。 あのこのコーティングしてあるっていうのが本当に強みでなぜかっていうと先ほどもあの説明したようにモノクロのプリントをする時っていうのはずっと髪が液体に使ってますですのでその乾燥させてやっとプリントが完成するんですけどその推薦をする段階っていうのですごく差が出ます。で RC ペーパーはコーティングがしてあるのでそのですよねですので表面をさーっとこうあの水洗流れる水でこうずっと洗ってあげるとまあたいこの、えー、とイルフォードのタイプでまあ23分の水洗時間っていうので推奨されてるぐらいです。 まあそれでもそれだけいくとそれも長いと思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけどこのバラいたしですねこれはなんと4 5 0分まあ1時間っていう人もいるんですけどそれぐらいずっと水でザーッとこうあのつけて流れる水で流してそれでやっと。 あの薬品が抜ける必要あの不必要なものはなくなるっていうふうに言われてるんですよね。まあそれメーカーの推奨時間がそれぐらいかかるんですよ。それぐらいコーティングしてないっていうと水とか薬品をそれぐらい吸い込みやすくなってしまうんですよ。で、まあ乾く時間ももちろんこっちの方が時間かかります。あとはですね、あのこのフラットニングっていう言い方があるんですけど。 バラ板紙はコーティングがしてないで水が染み込みやすかったりするので乾燥するとこれは割と平らに僕はあのドライマウントプレスって言って熱処理で割と平らになるようにこうプレスしてまっすぐしてるんですけど何もしないとすごく湿気の影響とかも受けてすごいこうぐにゃぐにゃになってます乾燥したら。 ただ RC ペーパーっていうのはコーティングがしてあるので乾かすだけで何もしなくてもある程度こうまっすぐになるようになってるんですよ。まあこういうのも大きな違いですね。ですのでまあ初めてモノクロやりたいなっていう方は僕は RC ペーパーをおすすめします。手軽にすごくできるので。あの こっちがいいいと思います。まあこれもパッと見あの違うっていうのはわかるとは思うんですけどまあそんなにこれがすごく悪いっていうものではないんですよねただ細かいことを言うとやっぱこっちの方がより、あのー、こう微細な部分まで綺麗にプリントができるよっていうタイプではあります。ただ、これでも十分僕は綺麗に、 プリントがしっかり、あのー、適正な時間でプリントしてあげると綺麗に出ると思ってますですので、まあ、初めての方っていうのはこの RC ペーパーパをおすすめしますね。あとはですね値段も実は違うんですよ。コーティングしてある方が高いのかなと思いきやこのやっぱりバラ板っていうベースを使ってる方がまあ紙の厚みも違うんですけどこっちの方がやっぱりバラ板石の方が高いんですよ でで値段いいいくと倍ぐらい違いますかねこのサイズで1枚こっちが170円ぐらいなんですけどこちらのバラ板紙が1枚あたりだいたい270円とかですかねですのでまあそれぐらいあのこっちのバラ板紙っていう方があのちょっと高級品っていう感じにはなってますね。 あととは手手間間がが高いい上に手間がかかるというただ仕上がったプリントはやっぱり僕はこっちのバラ板紙の方があの綺麗だなというふうに思います、うん、ただどちらでもあのちゃんとしたモノクロプリントっていうのはできるのでまあ,あのどちらも試せる機会があればどっちも試してみていただいてあの好みの方を 使っていただいたらいいかなというふうに思いますということで今日はこの RC ペーパーとこのバラエタ紙ですねこちらをちょっとあのー、ご紹介しましたではまた